あ、始まっちゃったよ。こんばんは、はい、はい、大体ですけど夜9時になりました、第17回国境チャンネル放送スタート、はい、17回、いや17回セブンティーズマップですよ、ね、いいですねセブンティーズマップ何か言いましたか、いいですね、あの今夜もマイホームタウン、まさか言うとは思いませんけど、あの国境の品川オフィスからお届けしております、はい、はい、おなじみですね、いつまでありがとうございます、はい、山田さんお疲れ様でした、はい、山田さんニコラジお疲れ様でした、でしたそしてあの今夜の準レギュラー赤石大先生どうもいらっしゃいませ、よろしくお願いします、赤石です、どうもよろしくお願いします、大スターですよね、大スター、コロコロコミック3月号乗ったと、3月号、来月号も乗る何だぞ、あ、なんかすごい、すげえ大スター、赤石、すごい、よろしくお願いします、はい、会えます、コロコロ買ってください、赤井先生来てんのよ、赤井先生来てちゃダメなんじゃないの、かぶっ俺赤じゃない、でもあえてレッドウールです、あ、確かに、レッドストーンではなくてレッドウールですね、あ、そうですか、あ、やべえ、まだごめんなさい、僕らもちょっと自己紹介ね、あ、なきゃいけないですね、はい、今日はベースからしてますから、どうもすいません、はい、私あの尺二こと、国境ファンチャン島倉です、よろしくお願いします、尺二、尺二、はい、そしてもっと尺れてるあなた誰ですか言っちゃってくださいよ、花ポンこと花田です、よろしくお願いします、ありがとうございます、花ポン、花ポン、ラーメン大好きサラリーマンミキシュランことミキです、今32杯、今日は味噌つけそばを食べました、おっ、さすが、構成作家のわきこです、何それ普通の考え方だっけ、そっち考え方、考えてですオッケーです、オッケーです、オッケーです、行きましょう、行きましょう、行きましょう、はい、ちょっと指摘的、私こっちでうてる、うんこめが打てる、いいですね、いいですね、なるほど、いいですね、いいですね、あれ、あれじゃないですか、僕がこっち来てますけど、一人だけじゃない、そういうことなんですよ、あれ、言われちゃったよ、言われちゃったけどね、ちょっといないですね、あの、いつもあの方これ、やり、いります、赤石です、いい声、いい声、いい声、そんな気がした、あのいい声でね、よろしくお願いします、苗木って、いや、いいですか、世間話ちょっと、あ、いいんですよ、はい、振り方が、振り方がちょっと雑ですよ、だってあのだからそう、彼がいない、あの人がいないんですよ、彼がいない、そういうことだ、あいつがいないのが悪いんだ、あいつがいないのが、すいません、しんちゃん今何やってんですか、何してるんですか、何やってんの、彼は今何をやってるんですか、遅刻じゃないですか、今果たして遅刻ですか、遅刻というか、僕はね、バックレ説を今、あ、バックレたんですか、バックレ、なんでなんで、なんで僕、なんで遅刻ラジ、なんでですか、今日のテーマに若干のこう、苦手感があるわ、あ、そういうことですね、とかね、出ないっていうね、あれ出ましたね、あれあれ、しんちゃん、しんちゃん、もしもし、しんちゃん聞いてない、真っ暗、真っ暗、真っ暗やけど、真っ暗だよ、あ、声が、声が、しんちゃん、声が、何が、あ、子供を、はいはい、あ、子供を寝かそうとしてる、子供を寝かそうとしてる、じゃあ、何が、真っ暗、真っ暗ですよ、しんちゃん、しんちゃん、なるほど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 、あー、映ってる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 、すごい、かわいい、すごい、こんばんは、こんばんは、ごめんね、寝て、眠いとこね、あ、どっちが可愛い人さんですかね、こんな可愛らしかったっけ、なんかどっちも可愛い人さん確かに、どっちも可愛い人さん、あ、苗字はね、どっちが可愛い人さんですか、もしもし
いいですね、いいですね。いいですよ。もしもし今うるさくて眠れないのでやめてくださいって。あうるさかった。じゃあもう一回言って。うるさかった。うるさかった。どうが変。おやすみ。じゃあしんちゃんまた後でね。後で登場 しますからね。いや、まあ思った以上に真っ暗な感じ。真っ暗な感じ。まあ寝か、ね、まあ寝る時間なんで。今子供を寝かしてたと。そうそう。いうところで、ね。忙しかったので。なるほどなるほど。まあそれしょうがない。お子さんを迎えに行って。割と厚めに家庭優先ですからね。家庭優先、家庭一番大事ですからね。家庭を変えるような、そうだよ、家庭をね、家庭が大事なんです。家庭大事ですね。家庭が大事、家庭大事、ね、子供のために家を変えたということで、ちょっと彼のね穴をね、誰が埋めるんですかってね、うん、赤井先生ですよ。俺が全部赤井先生全部埋めます。そう、赤井先生回せるって言ってたんで、いけますよ、全部回しますか。じゃあ次行きましょう。先生、ちょっと音が本当に悪いみたいな。音悪いですか。本当に確認しましょうよ。はい、音大丈夫ですか。大丈夫。マイクの接続がおかしいと。マイクおかしかった。フリじゃなくて、はい、これはやっぱりハブに通したらダメかもしれないので、直で行きます。直でできる。前、なんか前回、前回も先生来てた時それで確かダメだった。あ、そうなんですね。ハブにするピーンってなってるって、ピーンって。あ、そう、ハブは電気が、
結構大変なので。いや違う、じゃないわけ、無理じゃない、分かってましたけど、分かってましたけど。あれなった、来てんじゃないですか、これマイク来てる、マイクは、あ、マイクは、マイクは、お帰りなさい、お帰りマイクは、あ、快適、本当、音も、音も、音も良い感じ、雑音もなし、終わらない、やった、嬉しい、すごい、やっぱりらしい、いやいやいや、もうバタバタして、やっぱハブ通さがあるんですね、いや、音関係は電気大事なんで、勉強になります、本当にありがとうございます、おお、ちゃんと聞こえる、ちゃんと聞こえる、じゃ白井先生大丈夫ですか、あ、大丈夫です、よかったです、よかったです、よかった、いや、今からはちょっときついですね、前回音声トラブルがあったんで、前回があったね、それを振りにして、うん、はいはい、ちょっとおもろいことやってみたいな、面白いことやります、一回、いや一回僕全部振っていいですか、あの一応面白いことをやって絶対に滑って、あれ音声トラブルですかっていうのをやろうと思ったんで、それを今からあの全力でやります、何どういうこと、なんかテストするから前回音声トラブルあった、今もあったんで、ちょっと本当に音声トラブル解決したかやっていいですか、はい、あ、いいですよ、ね、気になりますか、ね、ローリングパンチ、ローリングパンチ、あ、これ音声トラブル入ってます、これをね、ここまでもね、一応セットとしてもう台本に落としてたんですよ、俺知らないのに来た、知らないのに来た、ちょっと待ってください、それは何、消されてるぞ、それ、じゃあちょっと島倉さん見せてあげてください、島倉さん見せてあげてくださいよ、ちょっとサラリーマンが難しいな、これ音声トラブル来てます、音声トラブル来てます、あの声大丈夫ですか皆さん、あのあんまり話しないで、ええ、はい、じゃあちゃんと聞こえるかどうかね、あ、ちょっと、はい、よーでる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 、うん、音声トラブルですね、音声トラブルですね、音声トラブル、音声トラブルですね、聞こえてなかったんで大丈夫、あ、聞こえてない、聞こえてないみたいです、聞こえてない、はてな、はてなってコメントでね、はい、いいです、はい、僕のも見えてないですし、じゃあ赤井先生とか来てなんか言ってください、ちょっとね、振りがね、今のは終わらせて、今のはひどいし、はい、わかりました、はい、行きましょう、まあちょっと時間おっしゃいましたけど、行きますよ、はい、ということでですね、行きます、はい、国寄ってみたー、俺たちアイク俺たち赤石マイクラブー、いやもうこれですよ、赤井先生来てくれてね、もうこれやらないと、もうこれやらないと、あの月一マイクラブが発足してからもう何どんくらいですか、もう3回目ですか、はい、3回目、あの超初心者だった我々にですね、もう赤井先生自ら本当教えていただきまして、いやいやいや、はい、随分と前回からですよね、うん、あの国用ランドという遊園地をこう作っていこうということで、楽しみしてたって。嬉しい。いやね。嬉しい。今回をね楽しみにして多いですよ。そうなの。マジっすか。実は。マジっすか。マイクラ楽しみにしてる多いですよ。よかった。本当。このコーナー大好き。このコーナー大好き。このコーナー大好き。え。もっともっと上もっと。もっとすぐ行かなきゃいけない。そうね。これ待ちしてたんで、これ待ち。ね。で、あれ前回は花田さんは何を作られた、すごかったですよね、うん、僕はでっかいノートを作りました、ノートとかでっかいノート、でっかいノート、もう今回の発表からいっちゃいましょう、行きますか、ますか、早速ね、はい、はい、で今回ですね、テンポよく行くよ、はい、あのまあ先生教えてもらったピストンを使って何かできるかという宿題をやってきました、皆さんやってきましたか、はい、はい、やってきましたか、はい、楽しみだ、はいはい、もう早速楽しみ、何を作ったか、はい、じゃあ花田さん、いいですか、違いますよね、発表まず、発表テーマをね、はい、じゃあテーマ紙に書いてきましたよね、はい、はい、じゃあ下川さんからじゃあいきます、じゃあ私の今回テーマこちらです、ドン、国用ランドの待ち合わせスポット、はい、テーマとしては非常に面白いですね、象徴的なものをちょっと作ろうと思います、大事です、大事です、これ作ろうと思いました、はい、じゃあ続いて誰ですか、誰いきますか、じゃあ、はい、花田さん、だいたい毎週、だいたい毎週、だいたい毎週、言い方はだいたい毎週です、言い方、言いたい、なるほどなるほど、縦乗りのやつですよね、これね、ヒップホップで、だいたい毎週、なるほどなるほど、で、あの、ミキさんは、
どうも元気すごい。モーゾンラーメン屋シリーズ。お、モーゾンラーメン屋シリーズ。三木の空農場1号店。農場、いいね。農場。直営ってことですか。コンセプトだけは持ち上げるという。農場。なるほど、なるほど。楽しみですね。楽しみですね。早速見ていきたいんですけれども、うん、はい、ただ、事件がありましたね。ありました。事件。ちょっと、私、紹介します。はいはい。説明してください。いや、いやまあね、こうね 3週間かけて作ってきたわけですよ、はい、我々も、はい、で今週 の日曜日にですね、はい、さあ作ろうというのでもう作、まあ、パソコン開けてみたらですね、えこんな画面が広がってましてびっくりしましたね。もう砂漠のような、そう降り立ったらこんな画面になってえっつってなってここ国用ランドがあって、ランドはみたいな、ランドあのでっかいエントレとかね、あのノートとか、うんうんうん、みんなコツコツ作ってたのがですね、うんうん、ある日の朝こんな砂漠みたいになってて、であの僕らメールねやり取りしててなんか砂漠みたいになってる漂流教室じゃないですか、完全にね。ほんとそう、いやそんなわけないと、そんなわけないと、またあのね、しんちゃんがパラレルワールド入ったっていうか絶対違うと、うんうん、で、いったらまた次の写真出ます、もう少し写真ありますよね。で、その砂漠こうやって海になっちゃったずっと海なんですよ、これ。あ、これやべえって言うんで、地球のでき方じゃない、だいたい、そういや、これいわゆるその、なんつうし、まあ、3ヶ月その立っていわゆるその初期設定になったんじゃねえかと、うん、いろいろね考えたわけです。で、もうね、で山脇は大丈夫なのかと、ね、ちょっと聞いてみたんですけど、返信もないし、返信がないと。ちょっと赤いうちの山脇歌われたと思って、ちょこちょこ入ってたんですけど、僕何もなかったんで。マジですか。え、なんで。ほら全員乗りましたよ。いや全員この画面で、うん、山脇言われた時はもう治ってた。ああ、なるほど、山脇みたいな感じで、であの赤井先生にね赤井先生初期化になってますと、なんか3ヶ月で多分レンタルサーバーだったんですか、すいませんって言ったら、うん、あ、すぐ直しますってねすぐもう30分ぐらいでもう直していただいて、そうなんですよ、やべえ、よかったと、これもういやー、すいませんね、いやあれね、完全に俺がね、別のあれでサーバー立ててて、はいはい、で同じポートっていってやつで立てたんで、はい、一回国用のさんの誰も入ってなかったんで落として立てて、なるほど、でそのままにしてたんで、あで、なるほど、なるほど、なるほど、はい、うん、あ、さすが先生でもあるんですけど、先生だったかな、いや先生だった、はい、完全に俺のせいです、いやいや、完全に俺のせいです、いいんですよ、そのもしかするとこの画面じゃなくてその赤いうの人、大丈夫、治りました、はい、はい、はい、大丈夫です、はい、ということで、早速、結果大丈夫だったってこと、結果大丈夫だった、もうそんなもうちゃんと残ってます、はい、じゃあ早速、シーン5、どうですか、はい、まず島倉さんから見ていくってことで、はい、もういいです、はい、あ、バックトゥーゲームでね、はい、おーい、じゃあ前回の復習も兼ねまして、ちょっといろいろ、まあ早速見ていきますけれども、素晴らしい、あ、じゃもっとゆっくりして、もっとゆっくりしてよ、ちょっと早かった対策を見てよ、もっとゆっくりして、もっとゆっくりしてよちょっとやり直しましょう、ちょっとやり直しましょう、巻き戻しましょうね、はいはい、いや、やっぱ改めてね、うん、やっぱ改めて見ましょう、これ、ね、なんか止まってますね、はい、はい、国用ランドへ、ね、はい、止まっている、止まっている、今止まっている、あ、TMT だ、今 TMT、 TMT、 なるほど、 TMT タイム、あ、ちょうどじゃあ立ち上げたんか、あ、あ、ね、全画面ですよ、ダメですね、トマト、あ、そういうもの、今でも OK だって、治った治ってますか、ちょっと重いんですかね、重たいのかな、治ったよ、治った、あ、治ってるよ、治ってます、治ってる、うん、治ってる、じゃあ島倉から行きましょう、はい、行ってますか、大丈夫ですか、これがなかなかエントレ、何で聞くの、バックトゥーゲームで行きますか、なんでですかね、あれ最大化できない、最大化、最大化できる、最大化、こいつの悪さってしている、今悪さをしている、さすが先生が見てます、これ で、 あ、でもそうか、何だろう、何だろう、みんなこっち で、 でもこれゲーム自体を取り込みません、それいや、ゲーム自体取り込む、なるほど、ゲーム自体取り込む、そのやり方ね、ゲーム取り込む、取り込むで、セルの感覚セルのちょゲームをね、こうやって世界はマイクラになっていくんだマイクラに取り込まれていく、さすがにビジョンも行っていくと、なるほど、画面キャプチャで、画面キャプチャで、画面キャプチャで、画面キャプチャ、これをクリックください、
マイクラを。そうするとマイクラだけになるんで。おお、すげえ。なるほど。先生、あとはこれを広げる。実況の世界これ。これがこデジタル。こっちを。いや、そういうことやって広げて。あ、なるほどね。おお、なるほど。へえ。あれでもなんか余計な。大丈夫です。こっち。これでこっちを。はい、手前にして、ああ、なるほどなるほど、わあ、すごいすごいすごい。でバックトゥーゲーム学んでるね。いや学んだ学んだ。じゃあ島倉さんからいきましょう。さすがでございますと、ね、あ、よく戻りましたかね。はい、あのいいですか、国用ランドエントレね。エントレ、あの天空から、フランス語風に、ね、やらせていただきまして、ここからじゃあ中にこうエントレしていきましょう。じゃあ花さん、エンターをね、国用ランド間違ってエンター、そうなんです、間違ってます。そこも、はい、でこうドンと下に降りて、はい、でちょっとこう、ゆっくり、いや早く降りてました。下にあのね、あれ誰かが階段作ってくれて、これ誰作ってくれるの。これ僕が侵入して買ってます。あ、山木さんだったんですか。あとそこにあのちょっと、ちょっと下に行くとなんか上って書いてある。上って書いてあるんですよ、なんか。あの上行ったらエントレありますよ。エントレあ、なるほど。あ、そう、それも、そうそう、こうなるほど、なるほど。土みたいになってます。そう、じゃあ上って行くと土みたいになってます。じゃあ階段登りますよ。いや階段、いや階段下に行っていただいていいですか。え、下なんで、下、下書いてます。なんかあるんですか。あのね、下でちょっと下ですよ、もうちょっと、そこ、あれなんかある。そう、なんかあれ、なんか掘り進めていきまして、すげえ、でもうちょっと上行ってもらっていいですか。これね、鳥がね、なんか侵入してきて、なんか上に何かこうなんかあるんですよね。そこからジャンプしてってもらっていいですか。上に行くと、その隙間をこう抜けていただいていいですか。お、なんかあると。でちょっと、でもうちょっと上に行っていただいて、正面に回っていただいて、花さん、なんとこれが私の待ち合わせスポットです。ほう、タルボサウルスですよ。タルボサウルス、タルボサウルス、あの町会議で、あの今回あのね、町会議で待ち合わせスポットにね、あの国立博物館からこう化石を持ってくるらしいんですよ。へー。でそのタルボサウルスっていうのはいわゆるね、白亜紀っていうね、まあ、恐竜が生きてた時期でいわゆるそのティラノサウルス、皆さん有名じゃないですか。うんうん、ティラノサウルスっていうのはいわゆるその、あの北アメリカにいたんですよ。タルボサウルスっていうのはあのモンゴル地方にいたんですけどね、いわゆるその肉食恐竜、肉食恐竜なんですよ。それをこうディフォルメさせていただきましてね。なるほど、まあ、こんなあの可愛らしい感じであの作ってディフォルメして、ディフォルメ、はい、ディフォルメの方が可愛くない、なんかあのなんか中身がなんかなってる。いやいや、で、ちょっとあのちょっと周り見て、まあまあ、ま、恐竜、まあ、恐竜っぽいでしょ。いいですね、頑張りましたね。頑張ったでしょこれ。すごいですね、恐竜になってるでしょ。いいじゃないですか。でこれ足ポイントね、足はみ出ちゃってる。足がちょっとこう、動き出してる、ね、このね、この前のめりなこの感じ。あ、いいじゃないですか、いいじゃないですか、ね、これどう、これなんかあの松明持って火吐くみたいな感じで。そう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 。なるほど。であとね、あのあの 爪とかにちょっとあの光る石。あ、そう、あ、そう、そう、あれ、ちょっとあれ引いてもらっていいですか、今。ちょっとなんか目が、目がなんか、あの右目がちょっとおかしいなもんな。さあここでですよ、ここであの一回 目見ましょう、今の注目。なんですかそれ、右目が出てる。あれなんだこれと。れ出てるぞ。うん、あれっつって、あれって、どこでピーストン使ってんのかな。ちょっと待ってください、まさかの、まさかの目が、あれさ、あ、押す、押す、はい、お、はい、落ちっとな、はい、こんなところに、あれ、なんか回路があって、どっちで見たら、ダルボサウルスってのは目がビヨンビヨンになるんですか。目がビヨンビヨン、あ、そういう、そういう生き物なんですね。下半分がね、上はなんでならない。上はなんか、回路の問題だよ。回路の、じゃあこれ上もなるようにしますか。上もなるんでいけるんですか。左目はタイマス、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 めっちゃ普通、左、あれで欲しくて、あれ音と思ったんですけど、あと、これ、例の、それは、わかりました、もう、あ、でも解析直せる、直せる、直せる、あ、レッドストーン、1段上げればいいですか。お、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 あ、そういうこと、そんな簡単なことで、下でも下が動力大丈夫だ、確かに、いっぺて、すげえ、すげえ、やっぱ俺全然わかんねえ。これでいけます、これでいける、はい、よし、いいな、
黙っちゃダメだね。黙っちゃダメだね。なるほど。でこうタルボを、まあ、作りまして、うん、いいですねこれ。いいですか、うん、このなんか恐竜感ね。これいいと思いますよ。いいと。あ、うん、そうですか。パチパチパチと。かっこいいって意見もある。おろおろ。かっこいいのかな。そんな言ってくれるんですか。あとなぜここにしたとかね、あの意味のめでたいです。めでたい。めでたい。意味のない動き大事。大事だよ。マジ。マジで。まだだね。パイロを組むとは思ってなかったです。まああの花田君に手伝ってもらってほらやっぱおかしいと思ったよ。いやなんで島倉さんパイロ組むわけないの。そうなんだよな。おいインチキ。じゃあインチキ。じゃあでもほぼ 99% 僕作りました。いやすごいと思った。 99% 僕作りました。電池だけ入れてもらった。そうそうそう。なるほど。俺今ホッとしたわ。何がいいじゃん。これね、花さんなんか後ろになんか面白いの作ってましたね。お、なんか花さん。あ、僕も作ってます、この周りに、ね、次どうします。あ、じゃあちょっとしんちゃんの作品。あ、しんちゃんですか。そうですね。写真行きましょう。レベル的にしんちゃんの、え、しんちゃん電話してみる。写真してる。このあ、しんちゃんのやつは入ってるよ。ああ写真、じゃあ写真ね。シーン4に入ってる。シーン4にも入ってるよ。シーン4に入ってる。あ、シーン4、うん、まあいいよ、これシーンちゃん作ったやつ。あ、いや、いいです、それで。これでいい、うん、これはこれ何ですか。これ何ですか、これは。これ、うん、聞いてます、電話で。電話します。あ、そうかそうか、寝かしてんのか、うん、あのでもちょっと電話するって言っちゃったからさ、これで電話するの。あ、そうか、確かに。あ、それ大丈夫ですかね。しんちゃんのこれなんでしょうね。まだまだ寝かせつけて。でもこれ。これなんでこのな、え、なんであの写真なのそもそも。あの世界にはないんですか。それは俺としか説明すると、彼は結局、うん、あのサーバーの中に入れなかったんです。まだ。そう。まだ入れないの。まだ入れてないの。で、ああまさかの。あれ。まだ起きて。起きてんじゃん。ほら目覚めた。しんちゃん。ごめんなさいごめんなさい。かわいい。あ、今画面にはないんだ。今画面。あ、じゃあ、こ、あ、戻してもらおう。あれ、いなくなった子供が。あ、はい、あ、ここです。しんちゃん。はい、プライベート、すごいプライベートですけど、はい、その髪型がね、サラサラ系。そうなんですよ。はい、しんちゃんの写真になってますよ。だって島倉さん質問してくださいよ。これな、なんで写真なのこれ。パラレル、パラレルワーク。パラレル、三週間前もパラレルでしたけど、はい、あれちょっと今同じポーズしてるの親子で。親子で同じポーズ。かわいい。かわいい。やっぱまだパラレルだった。はい、今も入れないです。入れない。入れない。はい、なるほど。しんちゃん、そのパラレルワールドに作ったしんちゃんの作品の見どころ教えてください。マイクラっていろんな遊び方があると思っていて、恐竜を作ることもできますし、文字を作る、文字で表現するってこともできるかな。文字で表現、はい、で、まあ、今回ピストンっていう、ね、宿題があったので。似てる似てるって言われてる。ありがとうございます。じゃあちょっと文字も作れるってところを受けて、はい、じゃあどんなものを見てみたいと思います。じゃあね、すいません。じゃあしんちゃんおやすみ。おやすみなさい。ありがとうね。すいません、ありがとうございました。おやすみ、バイバイって。あー、かわいい。あれどうぞ、あれ下の方、はい、下の方、下の方。どういうことですか、これ。なんか写真があるんですか。キーティーキーティーキー。どうやったら切れるの、どうやったら切れるの。キーティー。じゃあな、みたいな。じゃあね。さあさあさあ、じゃあこの後どうなってるのか。はい、次にこれが文字、文字、これが文字らしいですね、うん、はい、あ、そう、その下ね。これが文字になってるんですか。あ、まあ、これでもお題のね。はい。あ、これが文字。出れずにごめん、出れずにごめんと。いや、電報みたいな。
あの、あれレッドストーンじゃないですか、持ってるね。あの、ちゃんとね、ちゃんとピストンで、これがピストンで何してるの？ピストン使ったよっていうのが彼の伝言でございます。なるほど、パラレルワールドで使っていたと。全部粘着の方の、ね、なぜかね、くっつくやつをね、なぜかくっつけてくる。これはもうね、なかなか面白いですね。思いつかないですね。思いつかない思いつかないそうね、彼結構言葉で発信しますから、なんかね、思いをこう伝えて、思いよ、やっぱ言葉が一番伝えやすい。なんかクイズ番組とかでありそうですね。横からあれ、なんか言いたい感じ。なんですか、何がいいですか。はい、一応パラレルワールドでは、はい、あの知ってるかな、トグルってありますよね、赤井先生。はい、トグル、トグルを使いつつエレベーターっていうのをチャレンジしてるんです。すごくない。一応ガチじゃないですか。そうですよ、僕ちゃんと YouTube も見つつニコニコも見つつ、おマイクラブも見つつ、マイクラブありがとうございます。ちゃんとトグルを使ったエレベーターっていうのをチャレンジしてるんです。トグルを使ったエレベーター、それってすごいんですか。いや、すごいですね。すごいですか。あ、赤井先生の顔が変わりましたね、今ね。マジみたいな顔して。残した言葉は出れずにごめんです。ちょっとそっち見せてくださいよ。そっち。パラレルワールドで、ね、この信者のやつも見たい。じゃあ見たいですね。あの別に。いや、入ってきて。入ってきて。入ってきて作ってください。なるほど。すごい。はあ、なるほど、これはもうどうしても伝えなかったわけね。じゃあ、ね、はい、ありがとうございました。次にね、次、あのマグラム伝わりました、伝わりました。いや、すごいです。よく伝わりました。そう、いけるぞ、天使格好で。最初だけだね、最初だけ。カイロトグルフリップロップ、T フリップロップですね。え、それはもう難易度すごいんですか、それは。え、まあ、すごいですよ。すごいんですか、トグル。いや、もうカイロですね、本当に。本当に回復してますね。めちゃめちゃ動いてるわけですから、その世界って。じゃあミスさん行こう。はい、ミスさんのワールド行こう。なるほどね。ミスさんは何でしたっけ。ミスさん、まずあの前のまず1号店からの、俺の空の1号店からの流れ見たもんじゃないですか。見ます、いや見ますね、どんぶりから。どんぶりから、はい、どんぶりから行く。ラーメンどんぶりのコースターをこの前赤石さんの空で、まあ、ね、作っていただいたんですね。まず、ミキオさん、まず、まず前回の、前回のやっぱ男の夢、ラーメンの中で泳ぎたいという叶えたいなと思って、ラーメン丼の中で、そう、取り出しのラーメンの中で、鶏ガラスープ、鶏ガラスープの中でこうコースターで、いいよね。で親父まだいるね、なんか、はあ、で、まあ、ここまで叶えたらですね、うんうん、やっぱりラーメンを経営する過去妄想の中で、うん、やっぱりこう次には何をしたい、自社のね、うん、その食材でね、うん、やる、なるほど、安心安全なね、な食材をね、自分たちで作りたいなと思いまして、自分のところで、この丼の向こう側にちょっとそんな、食材ですか。そう、食材はやっぱりね、外の暗いところに食べてもらえないですか。後々やってきます。丼の向こう側っていうところ、あ、なんか見えてきましたよ、これ。何なんか管理人のおっさんいっぱいいる。そうなんです、これちょっと人件費かかってる。大丈夫ですか、これ。何美味しいもの作るときはね、こうやっぱりこう農場をね作って自らめちゃめちゃいる。そう、鶏ガラと、そう、鶏ガラ牛も流行ってますから今。いや、すごい牛の量、牛の量おかしいでしょ、これ。ピストンの使い方間違いない。ピストン、あれね、ピストン、何使って、これね、これは真ん中にあるやつは、これはあの鳥を鍛えようと思って、話が鳥たちをこうバン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 当てようと思ったので、鳥たちがギャン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 鳴って強くなるっていう、そういうストーリーだったんだけど、けど私のこの足りずですね、腕こんなことになってしまう。これ伸びっぱなしと、伸びっぱなしと、ただの謎のオブジェが感じ、それともう一つ管理人が伸びて、これ真ん中にの方にちょっと寄ってもらって、農場の真ん中にいっぱいこれピストンがあるんですけど、これ何やりたかったか、これも結論までできなかったんですけど、はい、ここでみんなね、過去を乗り越えようとするんですよ、鳥たちを、これ豚とかは、はいはいはい、なんかね、好きやあなた行ってやろうみたいな、エネルギーしてるから、これで追い返してやろうと思って、でやろうとしたんだけど、これね、ちょっとシーン7の写真を見てもらいたいんですけど、ね、これをね、やろうと思って、これ、持ってたんですけど、そしたら、公開して、ニワトリたちが襲ってくるんですよ。
ものすごい襲ってくるんですよ、これ。わーっつって。で、慌ててこう直して、それがさっきやと直したっていうのは、そういうのを感じて。なので、結論から言うと、大変みたいな。大変みたいな。一点ちょっと気になったんですよ、さっきは。これは僕に関して言えば、あまりにも高速なので、ちょっと時間もなかったので、なんか思わず手元のカメラを。これ遅いですね。なんか肉片と卵みたいな感じに残ったもの
美味しくなるぞ。インスタンっぽいか。鳥が乗ると動く。すごい。あいつこいつのせいであれが。燃えてるところですか？これ一応いろいろとあってこれあれが一応のロビンっていうんですけどおそうそれはそうロビンの手前にあるのがロビンだなベルリンの赤い壁っておい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 ライバルの方はなそうですで周りは名前じゃないですかでも一応ロビンだから入れるんですよおロビンにロビンの僕のそこなんか入れます燃えてますけどねこれが燃えてるのは僕じゃない崩壊事件が崩壊事件起きてる、まあ、そうここから入るんですよすごいすごいすごいあれはすごい、ね、ロビンはちょっと要塞都市っていうコンセプトがありまして、はいはい、要塞都市ロビン、はい、基本的にその攻撃を守るために行くんでちょっと結構厳重な、うん、これ右に行きますはいはいはい、はいはい、ちょっと敵をこれは後でまだあれなんですけどあら金がまっすぐ行くんですよ金の鉱石が金でできた一応エントランスになります。ああ、なるほど。これ周りはまだちょっと未完成なんですけど、この下もまだまだ掘っていこうかなと僕思ってますけど、ここまっすぐこの中行くと、お、じゃここがエントレですね。これがロビンのエントレ。ロビンエントレ。ロビンエントレ。これはね、あこれ左行きます左。これ左。こっち行くと外出るんですよ。こっち行くとあの。戦場に出るんで戦場このまますぐ行きます、はあはあ、こっち、はい、で、このドアがこれ会議室になってるゆっくりゆっくり結構広いこれちょっと下、あの感圧板がこれ合ってます、はい、合ってますこれ感圧板あ、なんか本がここにあの入室したら書き込む入室しましたって書き込みますいいよ、すごいね、なんかいやなんか僕あの結構貴重面なんですね、はい、なんかあんな風景なんですけどこいつ知らないんですけど虫から逃げ出したな侵入こいつ知らない侵入農場からこれピストン僕使いましたよあここにピストン、はいはいはい、机ですテーブルとして、はいはい、休憩スペースなんですよなるほど、ね、ここで使いました、はい、でこの奥がありますこっちここが秘密会議をする、はい秘密会議をする。ここは秘密会議をするサウナです。サウナ。サウナっぽいサウナ。この時まだあのやり始めて分かんなかったね。とりあえず光るものこれだって思ったね。これめっちゃ強い。優秀ですまだ。めちゃめちゃ強い。全これでとりあえず明るくしよう。明るくする方法がこれならいいです。ちょっとここ左入れるんですよ。はいはいはい。どうぞこれ。でもうちょっと回ってもらうと。これ。これトラップドアですね。これを
じゃここにスイッチあるんですよね。このスイッチがあのちょっとこっち側にありますね。そこにスイッチがあるんですよ。石スイッチなんで見えづらいです。そうなんです。ここは隠し部屋なんです。これを押すと、スイッチを押すと下に行きます。下に降りて押せます。行くと、ここは一応あの秘密組織なんで、いろんな首が首をここに挟んで隠している。やべやべやべ。国境ランドやばくないですか国境ランド。これドアをドアがあるんでそこから出ますと、そこからまた日常に戻ってくる。日常に。まだ目玉見てないんだよ。外からこう目の方を見て。目玉見ましたよ、僕。これ外見た。目玉飛び出たはなかった。これすごい、でも。いい感じですね。目の辺から外見れるんじゃなかったか。そうなんですよ。目からはまだ見れないんですけど、ちょっとこれが、だからピストン、僕も使いたかったんで、ピストン、あんなテーブルだけじゃないんですよ。お、本当ですか？こっちなんか回路が。あれなんか、あれこの回路は失敗作です。あ、失敗作。見ない方がいいな。見ない方がいいな。ここを。踏んでください。はいはい。するとあの敵の様子が見えるっていう。おお。まあどうつく。なるほど。すごい。おお。で一応あっち側にあるんです。あれが敵なんですよ。敵？まだあの。ちょっと暗いですね。あいつが敵なんですけど。え何何何？あいつはまだ未完成なんですよ。敵がおえ何何？これあのまだ戦種の方しかできないんですけど。海賊船なんですよ。ああ船が船が船がうん船ができてきてますね。で本当。海賊船までこう回路をつなげて海賊船光ろうと思ったんですけど、うん、回路が全然つながらなくてその、ああ多分リピート挟まないとダメです。えでもいけるんですか？リピート挟めばいけます。いけ全然いけます。マジですか？あの距離無理だったんでだからここでスイッチ入れてやろうと思ってたんですけど。いけますいけます。それがなかなか難しかった。すごいな。ちょっとすごい手込んでますね。すごい。いろいろ考えてるんで。これだって2日ぐらいですか？これ1日ぐらい1日半でも8時間僕は家でこれ撮ってますけど。でも8時間8時間あの距離で飛ぶだから。えぇノベねノベね。マジで穴から合わせ。そっか。えマジで。でも大体分かったんで僕あとあの大体分かった大体やり方分かったのと。でもなんかやっぱテーマパークっぽさが一番あります。ありますあります。結局やべえな道作ったんですよ。道前回赤石先生あの道で作ってその歩いていけるようにみたいな感じだったんで、これ普通に戻るとこっから道できてるんですよ。一応こっち作り方間違ってるかもしれないですけど、そっちですそっちです。で出てるあそっちはまだ未完成の、はいはい、まだ見せちゃいけない方ね。ここちょっと燃えてるの誰に放火されたの。燃えてるのと卵が2個あり。そのまま道がこっち道ここあ、はい、道ができてる。いいすごいすごい。ここから道できてるんですよ。すごい。あのエントリーも行くわけですよ。であなんかあの農場にまず人間牧場みたいな。この農場僕が作ったんです。これね一応あれなんか回路だ。こうやって人間牧場これで、ね、すごいやっぱ気が近づいて。ね、あ、すごい。でもなんかあ道できてる。テーマパークっぽさが道できてる。道できてる。つなげてたのこれ。つなげてきました。あのいろんなとこ行けるように。おお、すげえ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 。いいじゃないですか。道できてんじゃないですか。すげえ。あ、いいっすね。いい。あ、それでそのまま行ったらさっきのあの島倉さんとか。おおおお。ああ、なるほど。なんとかなんとかタルタルボ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 ね。いやーすごい。僕もね、めっちゃしょうもないですけど。国有税しゃべれやつ。国有税しゃべないと思うと。これが大体毎週ですよ、僕の自信作。あれ国有なんか、なんか回路がすごい組まれて。
有名な CM ありますよね。これ有名ね。聞いてる人はご存知なのかな。ちょっと待って、ね。4人いるね。でやっぱ。小倉寺といえば、まあちょっと僭越ながら僕たちやっぱアイドルみたいなことあるじゃないですか。あれやっぱりちょっとこれどうなるんだろう、わかんないな。あ、嫁が帰ってきたらしいんで、ちょうどでやっぱりテーマパークなんで写真撮影もしたいよね、うん、話もあり、やっぱそういう背景欲しいなっていうところで、この大体前これをね、これをあ、これクロックで、クロックで。クロックだったらこれだな。いいですね。本当ね。でもなんか夜のパレードみたいな。うん、いいですね。ね、そう、遊園地で言ったら。あとね、クソすっごいしょうもないの作りました。どうですか。ちなみにこのお箸の先にもね、お箸だったのに、そうそう、お箸です。あ、謎、謎ピストン、伸びっぱなしピストン、はい、伸ばし続けることしか。なるほど。耳かきの、あの、人があるみたいなやつ。食べるぞ。広がってきたね、このランドが。あ、なんかいろいろできてきましたね。いいですね。なんか3ヶ月ぐらいやってると、前に作ったやつを自分が作ったの直したくなったりするんですよ。今のとこ全然大丈夫ですけどね、直したくない。これはね、一応ね、ライド系の、あ、ライド系の乗り物が、ライド系の乗り物ができてる。ライド系のね、一応そうそう、ホニャララマウンテン的な感じこういうちゃんと、あ、ちゃんと光るし、ちゃんと光るし、ピストンも使いまくってるっていう。あ、いいですね。すごい。いいじゃん、ウルトラッシュ。あ、おやすみなさい。え、ちょっとこれホニャララマウンテンですか。ホニャララマウンテン。あ、いいじゃないですか。アトラクション。上はどうなってるんですか。こんな感じ。ちょっとね、さっき30分くらいなんですか。それを？やめてよ、30分で。いや、ここ差がどんどん生まれる。やばいよ、本当に。いや、これを外してちょっと本気のやつを。あ、いいですね。楽しみに思いまして。やばいな。いや。赤井先生、これもう。なんかもうちょっとじゃあ、元町に必要なもの、確かに確かに、ちょっと町にしていきたいなと思って、うん、そうですね、道良かったね、でもね、道はすごい、道はちょっと整備していきましょう。あれ大事、うん、場所いろいろと違ったら木で作った道とかも、ね、あ、なるほどね、作ったんで、あのこの鳥はもう鳥出しがすごいよね。うちから逃げ出し鳥しかいねえ、うん、いっぱい出てくるのね。あれね、村人はいい感じです、扉を勝手に開けれるんですよ、そうなんですよ。それでね、そのせいで鳥が逃げちゃう。勝手に開けます。ああ、なるほどなるほど。あの花田さんのこの前のホテルとかもちょっともう一回。あれはね、多分一番クオリティ高い。ちょっと道を通って、あの、行ってもらって。行けるんですか。なるほどなるほど。え、ホテルまで行けるん？行けるの？道、あれ道がない。そこそこにあります。あ、これか。はいはい。その道で。その道まっすぐ行ったら。その消しゴムのところあたりから。この道を、この道を真っ直ぐ行けば、どうなるの？あんと、あ、ここ、そのちょっとここ、本当はここ下に何回も作ったんですけど、僕のポップコ重すぎて何回も直っちゃう。マイクラの音がちょっと大きいんだって。あ、本当ですか。マイクラの音がちょっと大きいんだって。オプションのミュージカルのサウンドで、マスターをもうちょっと下げる。どうなんですか。いいじゃないですか。もうだけすみません。はいはい。で、ここだけあの、はい、U ターンしてもらう、 U ターンっていうか周りに見せてもらって、うん、ここだけ毎回僕階段作ってやってるのに、うん、毎回戻っちゃって、あ、多分そこ置けないんじゃないかな。あ、そういうことですか。あ、なんかこの辺確かそんな場所がありました、ね。え、いや、権限がないだけなんで今はもう置けるはずです。じゃあ、この下、この下の、これはミキの空に行けるっていう。
ミキの空1号店、はい、懐かしい、はい、ミキの空行かない、もはや懐かしい、行かずにこっちの階段を下に、はい、下に降りて、ああいいですね、いいですね、いいですね、まっすぐ行きますと、なんか溶岩が流れてる、すごい、あ、溶岩流れてるんですね、めっちゃ怖いよね、溶岩、まっすぐ行きますと、ここもあの水漏れちゃったんですよ、ちょっと水漏れしてる、全然治らない、今多分治れますよ、権限あるんで、まあ、ええ、これはまっすぐ行って、これで右で食べて、確かにちょっとどんどん下げようちょっとこれどうす、あれ、あ、これ僕がライド系のアトラクション、あー日曜日曜日曜で、そこトンネル見て、ここトンネル行きましょう、トンネル抜けていきますと、なるライド系を、あんまあんま壊せライド壊せないライド壊さないように、ちょっとなんかすごい方向いってますけど大丈夫ですか、上もうちょっと上、これね、フィルコリンズを覚えてしまった、フィルコマンド、フィルコマンド、フィルコリンズってなんだろう、あ、フィルコマンド覚えちゃったんですね、フィルコマンド覚えちゃった、ね、あ、逆です、あ、こっちです、こっち、フィルコマンドは埋めるコマンドです、あ、いい感じじゃないですか、ちょっとリゾート気分に味わえる感じで、ここの頂上がちょっと、ね、いいじゃん、綺麗なんですよ、あ、なんかメキシコのピラミッドみたいな、めっちゃロマンティックやん、あ、いいじゃないですか、すごいプロポーズとかしたい感じ、でこれまっすぐ行くとホテルの方で行けるんですよ、なるほど、このホテルにこう行って、あ、素敵だよ、こんな綺麗だったの、ここのホテル素晴らしいですよ、なるほど、ね、あ、改めて、あ、戻ってる、あ、いますね、ちょっとちょっとちょっと、あ、あ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、雨漏り治ったんですかね、雨漏りはね、治してない、治ったと思います、お、直してある。直しました。直しました。すごい。直したんですけど、確かにもうプールがなくなってた気がする。ああ、プールが水垂れ流しな。プールがなくなってますね。すげえな。なんかしんちゃんがコメントとかいましてくれてる。本当にずっと。そう。だから向こうから見るのと全然違うんで。かわいいです。ありがとうございます。エリオン新車出てきたよ。できた。あなたの、あなたの残した。かわいい人。かわいい人。あれ？あれ？なんか消えてない。まだ。フィルコリンズでやってる。フィルコリンズ。あ、フィルコリンズやらかしたな。かわいい人で T になってるんですね。かわいい人で。フィル。重要文化財を壊したことあります。ああ、フィルコマンド気をつけてくださいね、あれ。また夜ムーディーですね。そうですね、いい感じですね、ちょっといろいろできてきましたね、はい、あとちょっとあの道の周りにこう街灯みたいなのね置いた方がいいかもしれないですね、確かに、うん、夜になると暗いんで、じゃあちょっと次はこの道全部つないで、うん、建物ちょっと増加しようですね、道沿いにちょっといろいろ建ててきますかね、ああ確かに、お店とかうん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 、まだちょっと木とかって田舎町っぽいんで、ちょっと完全な町にしたいですよね、そうよね、あ確かに、ちょっとあと延長してもらっていいですかね、あと1本ぐらいで、ほんとだほんとだほんとだ、もう時間が、であのメニューをこなしたら終わり、はい、延長は通常のクロームの時期なんですね、久しぶりですか、延長してくださいよ、延長れ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 、じゃあこれちょっと先生もせっかく延長したから、はい、延長したから、はい、直せるところあったら直していただきたいなって思ってるんですけど、ものすごいいろんな画面出ちゃってます、大丈夫ですか、そうですね、延長痛、例えばさっきのあの山脇のやつとか、そうですね、なんか山脇自分のとこ戻ってるのって、じゃあさっきの届かなかったっていうやつやってみますか、あ、それちょっと、あ、船が光る、やっぱりすごい壮大なやつじゃないですか、船まで動力がどっちだろう、行ってくればいいなと思ってどっちだろう、どっちだろう、もっと喋る、どっちの方か、そんな感じなのね、しんちゃんね、僕だいたい道を作ってね、道を沿って、あ、この道沿ってけばしんちゃん頑張るよ、俺たち、うん、200人行かない、これ誰しゃべってんの、しんちゃん、わかんない、こっちでいいですか、こっちの方ですか、あ、こっちの方ですね、こっちの方ですね、ミキの空の方ですよ、君に角消し好き、あ、角消し好き、
あれその初期にできたやつ、とりあえずこっちの方でいいのかな。あータルボ、タルボ上行ったらわかります。一回上に行く、ね、ロビンマスクの位置、ロビンマスクの位置、うん、かる、わかります。あの、ね、あの裏っす地図、ね、その真裏でなんか看板つけてない。ロビン左です。あ、十字になりました。左です。あ、違うです。ロビンは分かんねえじゃん。やべえ、分かんなくなっちゃう。いや、これ真裏です。この裏ね、裏です。やばい、自分で分かんないよ。僕、あの、ミキ牧場のすぐ近くなんですよ。そうそう、あ、本当ですか。ならこっちじゃないですか。ミキ牧場いいんじゃないの。向こう側だよ、向こう側。囚われ迷子。この、だってラーメン橋は裏ではない。何が、ちょっと、ま、消えると。あ、こっちや。消えると急に不安になるんです。これやっぱ重くなってきたからなんですかね。あ、もうすぐ見えてる。これ作りすぎると思う。あ、ほら、あ、ロビン、あの、重さの原因は多分、はい、動物とかが多すぎる。おい、ごめんなさい、ポイズン負けました。あの、動くものを増やすとどうしても重くなっちゃう。なるほど。あ、ちょっと火消してもらっていいですか。怖いので、あ、そうそうね。いや、もうポイズン巻いてた、ポイズンを巻いときます。いいじゃない、で、どっちが、これ奥に行くと、この道、あー、あれが船、この道を行けばね、下に行くと、だから船まだ見てないですよね、ちゃんと。え、見たい、あ、船ね、あー、これ見たい。わー、これ橋作ったの、これはあの、回路ね、単純に動力を行こうと思って。あ、かっこいいじゃん、すごい、かっこいいじゃん、すごい、すごい、すごい、これがどんどんできていくわけですね。どんどん今できて、もういいじゃないですか。いいじゃん、いいじゃん、すげー、デアゴスティーニ的な感じですよ。なるほど、選手は今回は選手。洞窟は言ったら僕の、あの、操作法を分かるための洞窟だったんで、うん、船はちゃんと回路とかを使ってやっていこうかなと。ちなみに、あ、ウサちゃんが、ウサちゃん、ウサちゃんもいるんです。え、ウサギ、ウサギ初めて見た。僕、動物僕ばらまいてる。あいつ、うんこしてるわ。違います、うんこしてないです、うんこしてないです。これをこう違います。ちなみにこの段階だと回路って15マスしか進まないんです。なるほど、邪魔だな。こんな感じで15しか進まないので、これを続ける場合にはここの先にリピーターを置いてください。そうすると続けられます。続きます。で、また15マス行くと止まるんで、続けると、あ、着いた。そうですね、これそのための、あの、試しライトだったんですよ。これだから続かないなと思ったらリピーターを置いてください。リピーターね。じゃあもう僕のやりたいことをできました。スニミンだ。じゃあちょっと長い長距離の動力でもどうですか。っていう、そうですよね。いろいろね。じゃあスイッチ一つでいくらでもダボっと。できます、できます、できます。はい。これいいな。次そうしようよ。じゃあちょっと今回はピストンで別に回路組まなくていいよって言ってたんで、次回は。回路を何か入れて作ってもらえるのか、はい、うん、回路ピストン、ね、回路ピストン、まあ、ピストンじゃなくても何でもいいです、何でもいいです。回路を使えば、回路を使えば、組むと今回路って言いました、ね、回路を組めるやつってピストンでもいっぱいあるんで、あ、見たいです。例えばこれのディスペンサーとか、ディスペンサー、ディスペンサー、ドロッパーとか、なんかあれですよね、口からボヨンってなんか出てくるんですよね。そうです、そうです、そうです。なんかいろいろ使おうと思ったもんね。ちょっとちょっとなんか実験しますか。はいはい、ディスペンサー可愛いですよ。ね、可愛いんです。で、ここにですね、動力入れてあげるんですけど、はい、まあここもちょっとクロックでも入れておきますか。クロックが分かんないんですよ、何かが。クロックご存じない。クロックご存じない。クロックが意味が分かんないですよね。すごい優越感しか。まあクロックこうやって入れますと、うん、でピッてやって、うんうん、これでなるんですけど、うん、この中にですね、うん、アイテムを入れるんです。例えばこの生のチキンを入れますよね、はいはいはい、でベベってやるとチキンを吐き出してくれるんです、こうやって。あ、すごい、これミキの空の厨房とか厨房ね、自動でね、すげえ、すごい、これいいじゃん、チャーシューみたいじゃん。形もどんどん吐き出してる。で、これはいい全部吐き出すまで全部こう、やべえ、他のアイテム入れてもボンボン吐き出します。へえ、すごい。で、面白いのがここにですね、弓矢とか入れるとですね、あ、まさかちょっと危険なんじゃないですか。まさかのこれわぁ、これちょっと邪魔なんで、ね、ピッてやるとほら、あ、
戦に最適。最適。どうですか？すごい。もっとすごいのありますよ。え、えーとですね。ファイヤーチャージっていうのがあるんですね。あるんですね。ファイヤーチャージっていうのをですね入れるとですね。あれすごい。炎の玉がですね出てくるんですけど、重くてうまいこと感じないですけど、ほら、すごい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 、ミキの空に置こう、これ大変なもんだ、大変なもんだ、超えちゃうこんな感じで、結構遠くまで、結構すごいすごい怖いな、これそれ、ミキの空一回狙ってもらう動物全部死んじゃうじゃあ一回全部ギャッ、これだから動力組んでも意外にこれ面白いのが水バケツが面白いです。水バケツ、あ、それ使いましたよ俺も、やりました、やってみた、これあのペッてやると水出すんです。でもう一回やるとよいしょ、消えます。あ、消えるの、出したり消したりをできるんで、どうやって遊んだらいいのか、すごい難しい、だから、まあ、蛇口みたいな使い方ができるわけです。じゃあミキの、すごい、ミキの空のためのこれも料理用ですねすごい部屋だな、うん、とかできるんで、ぜひぜひ溶岩とかも、溶岩怖い、すげえ、溶岩もできます。あ、すごいすごいすごい、めっちゃ強いですよこいつ、これは怖い。で、消すこともできるんで、いいっすね、安全に溶岩も使える。この溶岩は燃えない、燃えますよ。あ、もう燃えますね。え、これ動物焼いて遊ぶのに使います。あ、じゃあさっき の、 あの豚とか牛とか混ざってるところに溶岩撒いたらどうですか、うん、一回やって、あ、一回、ね、一回じゃあ、農場を、農場にポイズンか、ポイズンか、溶岩をちょっと焼き払いましょう。じゃあ、まあ、こうやってですね、はいはいはい、え、絵的に大丈夫なので、ウェッピーってやって、あー、ちょっかわいそう。そうすると、焼き豚ができるんです。あの生の肉じゃなくて焼いた肉が出てくるんで、意外に美味しいですよ。で、どうなんですか、焼いた肉どこ行ったんだろう。あ、燃えて消えたの。肉ごと消えちゃった。じゃあ、4枚じゃなくて炎だったら焼き豚になりますね。焼き鳥になります。ちょっとあの農場食いましょうよ。食いましょうよ。ね、結構楽しいですから。ディスペンサーとかも使ってみるといいかなと思います。ディスペンサー。ディスペンサーです。これいいな、面白いです。あと、まあこれちょっと難しいんですけど、ホッパーってのもあります。ホッパー。あ、これで頭脳だと思ったんだ。僕これ分かんなかったですね。これは面白いですよ。これ全然。動力に反応せんし、これがですね、ずんどうだまじ、ですね、こうやると木箱なんですか、これチェストです。チェスト、チェスト、チェスト、え、チェスト知らないですか。チェスト、チェスト中にアイテムを収められるんです。へー、で、今こうやってチェストに繋がってんの分かりますか。はい、繋がってる。シフトを押しながらやると、普通に右クリックするとこういう画面になっちゃうんですけど、シフトを押しながらやると置けるんですよ、こんな感じで。ほうほうほう。で、今度どんどん繋がりますよね。ペペペペペペって言って、で、今チェストの中には何もありませんと。で、ここにアイテムを入れますと、消えますと。どこへ行ったのか。これパイプみたいな役割でこう運んでくれるんです。なるほど。ちなみにこれ上にポンって投げてもいきます。おお、ホッパーって書いてあるから僕バネだと思ってたんですよ。これは面白いでしょ。だからさっきのバネだと思ったんですよ。さっき の、 あの農場で焼いて落ちた肉を、そう、落ちた肉を、落ちた肉がここに落ちると店まで来るみたいな。すごい、いいじゃないですか、産地直送。すごい、なんかコンベヤーなんか燃やすと落ちちゃったらふわーってなるってことですね。だからこういうものって落ちてると消えちゃうんですよ、時間で。はいはいはい。じゃあ、貯めとけるってこと。そうそうそう。じゃあ農場と本当にお店繋いであるってことですよね。うん、そう。で、定期的に
でこれでそうでこれをね繋いで店に在庫をこうやってベッて。ああすごいすごいみたいな。可能だったんですねその。すごい。なるほど。これはもしかしたらじゃあ地下に埋めてもいいってことですか。いいですよ全然。ほら。ええやん。サーチ直送。なるほどね。すごい。素晴らしい。ぜひやってみてください。いやいや素晴らしい。まだ他にもいっぱいありますんで。ちょっとこれ来月も。もっとみんないいの出さないとダメだね。来月また宿題もらいましたよ、うん、やっぱ差がついてきましたからね。ちょっとねだんだんちょっとね差がだんだんこう差がついてきましてね、うん、ちょっと川北さんもねエレベーター作ってる。そうそう、しんちゃんも実はできるっていうね、うん、なかなか入れないわけ、うん、いやまだわかんないからね。わかんない、まだまだ始まったばかりだ。未知数ですよ、うん、ミキ頑張ろう、うん、まだね3ヶ月ですか。ああそうです、ね、全然そうですよね、はい、なんだったら長官にあたりでねお店でやればお何言ってんの。バカじゃん。何だったよし次行こう、はいはい、国屋ニュース一番大事なところです。大事なところ一番大事なところ。じゃあ早速お願いします。はい、はい、皆さんがコールしてくれない、はい、あと時間は大丈夫。まだ全然あります。あ、日知らぬ時間もあるから20分持つかな、この話。いいよいいよ、わりはい、今日ご紹介するのは、はい、見えるかな、はい、大事大事。鉛筆シャープでーす。鉛筆シャープ、お、見えます。なんだろうちょっとめ、もう一回、あの、鉛筆シャープ、鉛筆シャープからいきますか。あ、そうですね。今日、はい、あの、こっちだからね。大丈夫ですか、はい、大丈夫ですか、うん、今日ご紹介するのは、はいはい、鉛筆シャープでーす。鉛筆シャープはい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 と思います。鉛筆シャープ行こう。鉛筆シャープ、はい、鉛筆シャープとはこれ何ですか。鉛筆シャープとは、うん、多分想像を超えると思う。多分想像を超える、想像を超えると思いますけど、うん、これ鉛筆じゃないんですか。シャープペンシルのこと。そりゃ嘘。いや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 、鉛筆みたいなシャープ開けていいですか。まさかね、この名前で鉛筆シャープで開けていいですか。だって鉛筆みたいなシャープペンが太かったら尖らないじゃないですかね。尖らない。これ、うん、これ鉛筆じゃないですか。もう完全に鉛筆ですよ。大変一部に入りました。シャープ、ありがとうございます。けどありがとうございます。ありがとうございます。鉛筆ですよこれ。なんかニコニコニコ一枚に鉛筆シャープが入ってます。すごい。ありがとうございます。太さとかは六角形。完全にもう形も太さも鉛筆をイメージさせるような形で。本当や。けどこれ 1.3 とかじゃないですか。ああなるほどね。3.3 マジか。何点3？ 0.9。ちょっと書いてみよう。じゃあちょっと実際どんなのか書いてみよう。ゴム太の芯が出てきます。すげえ。ゴム太。めっちゃ太い。ちょっと書いてみよう。何でもいいですよ。今日の今日一番良かったところ。今日の思い出。あ、じゃあ今日のランチ。今日何食ったか、ランチ。今日のランチ。今日の何食ったか。ランチ何食ったっけ。ランチ。いやー。私も確認してね。島さん。何食べたかなー。はい。食べに。おそばです。皆さん食べに行ったんですかね。あ、おそば。あ、おそば。普通よし。私食べてるお昼。僕今日でも食べたんです。珍しい、はい、あ珍しいじゃん。そうなんですよ、今日食べたんですよ、うん、僕はサンドイッチを食べました。ええー、絵が下手くそいつもうまいじゃん、うん、カツカレー。あー、 いいですね。ちなみに味じゃなくてかき味どうでした。これね、味じゃなくてかき、すげーかきやすいです。かきやすい、ほんと鉛筆っぽい感じですね。ほんとにシャーペンなの鉛筆ですね。本当に確かに。竹くんがお土産で持ってきたあのなんかお餅を食べました。なんていうこれ。お昼？はい。お昼？竹くんがあのお土産行ってたんで、これを食べました。お土産ってこんなんじゃないですか。これだからあとこんぐらいのやつ2つ食べました。おお。おお。かき味は？かき味はもうすごくいいですねこれ。もうもちろんいいですよ。おせえよ、おせえよ。つけ麺食べました。かき味が良くて、うん、この麺がいっぱいかけてる。麺いっぱいかきたくなりますよね。かきたくなりますよね。すごい。確かに滑らかですね。うん、滑らか。非常に。これ折れないですよね。折れない。うん、いいと。あ、いい。受験シーズンです。僕、うん、だからね、あ、そう、マークシート。マークシートが一回でいけるんですね。あ、これマークシートには、なるほど。間違いないね。お前言えへんから。
消しゴムのセットで売ってたりするんです。あれでも大学受験ってあれ今からだっけ。もう今も今もう、まあ、センター試験は終わりましたけど二次試験ですよ今まさに。まあ、私立は終わったぐらいですかね。終わったぐらいですね、ちょうど国立があるぐらいじゃないですか、ね、うん、うん、じゃあこれお値段知りたいな。いやいやいや、こんだけ使いやすくて、いやこれ高いで、こんだけ使いやすくて、今の受験シーズン今時期のもんですからお高いんでしょ、うん、あ、でもう一回今度芯が入りました。あ、芯も入っちゃった。素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございます。あのね、お高いんでしょこれは。マジか言ってやっても値段はどのぐらいだと思うの。いやでも鉛筆一本で、まあ、高いのでも1000円ぐらいもしかしたらしますからね。いやいやそんな、うん、高いのもありますから。高いのはね、じゃあ高いので鉛筆一本1000円するじゃないですか、でも、ね、だから1200円ぐらいするんじゃないですか。1200円そんなする。はい、ちょっと赤いくらだと思う。お土産で買ったら高いですよ。そうですね、500円ぐらいですね。あ、なるほどね。うん、消費税があるから 0.8 掛け、うん、0.8 掛け0.8 じゃいくらなんですか。なんとお値段びっくり、うん、この書きやすさで1本180円。え、マジで180円。180円。池袋まで行けますね今から。これこれあれば池袋まで行けますよこれ。なんですよ。なるほど、なんです。あ、でも、はい、というわけで安いかも、ね、これ安いですね。今回のポイントはなんと、あ、ちょっと待って、なんか書きやすい、書きやすい、書きやすい、すぐ書いちゃう、いいねこれ、書いちゃう。で、これの今度このキャンディカラーです、ね、キャンディカラーが、キャンディカラーが綺麗な色ですね。かわいい、赤、かわいいです。あ、ピンク、青、青もある、かわいい、かわいい、これね、ちょっと待って、もう一個あるよ、色まだある。あ、ちょっといい青ね。黒や茶色もありますと。これだって全部買っても600円くらいですからね。安い、欲しいじゃん。これだと黒と茶色もあるんですか。他の普通の、のレッドも入る。虹を超えましたね。はい、虹超えた。虹色の種類は虹を超えましたよ。すごい。あ、色の種類が虹を超えましたよ。なるほど、なるほど、なるほど。お母さん喜んでる今。あ、お母さん今お小遣いあげてー。お母さん喜んでるよ。はい、そういうわけで、国有ニュースでした。はい、さあ、続きまして、続いて、お待たせしました、ミキさん。あ、お待たせ、大事大事、待ってますよ、大鳥、うん、これ、毎週楽しみ、やめてもよ、今回は。あ、今のアラマで150人、それ読まなきゃいけない、なるほど。さあ、道長お願いします。200人超えてますよ。じゃあ、もうパッといきます。マジですか。あ、嬉しい。いきなり今日はもう、うまそう、めっちゃうまそうな。うわうわうわ、これ好き、サビからじゃないですか、サビからパターン。ラーメン好きの人ってラーメン好きの人ってあんまりね、鶏白湯とか担々麺を紹介しないんですよ、うん、これなんでかなと思って。なんでですか。分かりやすい味になっちゃうから、やっぱみんなね、そういうの紹介しない、でも俺はあえて担々麺を紹介したいんです。今日は担々麺ラブですよ。それは担々麺大好きですよ私。今日ね3つ紹介したいんですけど、赤坂の担々麺御三家と私勝手に呼んでる、あの担々麺をはいはい、紹介したくてですね。まあ、赤坂っていろいろあるからまあこれね個人的にね賛否いろいろあると思うんですけど、私の思う御三家なんで、まあ、これはいいですよ。これうっせぇなんてなんてこれね最初紹介して、これ渦巻きっていうところの担々麺。渦巻きっていうのは中華料理屋さんですよ、有名なんですけど、これ渦巻き別館っていうところで5席しかないところで地下に入っていくんですけど、もう中華料理屋の、高級な担々麺が食べれるんです。5席しかないんです。そう、これね渦巻き。もう一個これはしごっていうところ。はしご、段々はしごにはしごこれがだんだん麺って呼んでるんですけど、だんだん麺、まあ、シナ麺って呼んでる、まあ、つゆそばに辛いのを入れたっていうのがこのだんだん麺。これもだんだん美味しいですね。シナ麺もつゆそばもよく分かんないんですけど、あ、ごめんごめん、もうなんか駆け足で紹介しちゃって。ちなみにこう島倉さんの好きなザーサイがこう乗っかってるザーサイだんだん麺なんですけどね。ザーサイだんだん麺の常識を覆すはしごなるほど、担々麺の常識を覆す担々麺先生も、ね、担々麺ありがとうございます、うん、あと出るからそれ。これ3つ目、はい、これキスリンっていう、キスリン、キスリンね、キスリンはキス
今すぐ今すぐこれねキスリン今すぐこれは今日はヤジがすごいなヤジがすごいすごいなこれこれはね、うん、ちょっとまあ二郎系にも見えますけども、うん、こうもやしも混ぜてですね、うん、マシンマシンできてですね、これ上は松ぼっくり松ぼっくり乗ってますねレッドストーン今日はヤジがすごいな松ぼっくりがキスリンはね青山のとこに回ってねさっと戻しましたけどねあの中華料理これも中華料理屋さんこれね担々麺専門のお店キスリンねこれご飯タダでつけてくれるんですご飯がタダそう、今度お腹減ったら行こうかなご飯もタダなんですよ、ね、お腹空いてなくても行っちゃうかもなこれ俺3つ紹介したのは俺の担々麺に対しての俺の思いがあって担々麺っていうのは3種類あるんですあのね担々麺屋さんの担々麺と、はい、中華そば屋さんの担々麺と、はい、ちょっとなんだっけもう ちょっと担々麺だよラーメン屋さんの担々麺と、はい、担々麺屋さんの担々麺と、はい、中華料理屋さんの担々麺なるほどなるほどそうそうそう担々麺って3種類あるんですよ、はいはいでどれがどれなんですかキスリンは担々麺屋さんの担々麺なるほどこれザ担々麺行っても担々麺しかないからこれ担々麺屋さんもう今日担々麺って何回言ったか分かんないけど担々麺しかないから担々麺しかないのはキスリンねこれを求めてみんな行列作ってるわけですよはしごはね、まあ、中華そば屋さんのラーメン屋さんの担々麺ですよねつゆそばがベースにありながらこういう担々麺というのを出してるっていう担々麺ですねそうなんですよ渦巻きはねそういう高級な中華料理屋さんが別でやってる、うんまあ、中華料理屋さんの担々麺ですメニューの一つみたいなそうですよスピンオフ企画みたいな、まあ、まあそう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 いうこと言わへんはどっちかヤガインはだからまあどっちかというとこう中華料理屋さんの担々麺ですよね、はい、そうですそうで す, そうですそう分かれるんだやっぱうーん味違うんですねやっぱねあの傾向として担々麺屋さんの担々麺は濃厚にしがちですよねごま強めでごまペースト強めの感じねそうそう、多分化学調味料も入ってんだろうなみたいなもう病みつきになっちゃうなみたいなあそう高級中華これちょっとなんか菜の花みたいに乗せてみたりとかナッツが乗ってみたりとか料理になってるねそうそうそう料理なんですよそうそうそうみたいなそういうまあオチはないんですけどもえ赤坂担々麺のご三家をいやいやいやほっぺたが落ちましたよ今わかんないやつ出たわいやうまいの出ましたちょっとあの今メモってましたね、ご紹介させていただきました漢字がわかんないねこれ書きやすくてね書きやすくて次走っちゃいますねじゃあみんなで行きましょうか渦巻き担々麺はしご担々麺キスリン担々麺はいえ渦巻き担々麺はしご担々麺キスリン担々 麺, 担々麺、はい、ご飯付きでございますご飯付き担々麺御三家赤坂赤坂赤坂担々麺御三家みんなハテナですよ、はい、ありがとうございますいや素晴らしかったです、うん、でもあれ時間も、そろそろそろ時間ですね。いい時間じゃないですか。なんか楽しかったですね。なんか、はい、あっという間でした、ね。あっという間の。また若い先生来ていただいて、はい、我々もレベルアップしてですね。いいですね。また数日近く前にね、もう、うん、またお願いして、ま、ちょっと成長したと見て、三週間ぐらいでね。楽しみですね。次は、はい、はい、置いていかないでね。あのもう置いてかれてます。でも追いつけばいい。ああ、さすがいいこと言った。追い抜けばいい。もういろんないろんな意味やってる今の。僕あれです日本語でやってますからね。あの日本語で。あ、それ全然違う。さっき見たけど。そう。日本語だと頭の入り方。そうです。僕その英語わかんなかったら日本語でやってるんですよ。だからそれだからこれなんとかなんとかって書いてる時置いてみようとかなるんですよ。あー、なるほどなるほど。とりあえず置いてみる。とりあえず置いてみるってね。確かに確かに。じゃあ日本語でやります。日本語でやります、はい、追いつくからね、うん、あとしんちゃんにねパラレルワードが戻ってもらうあそれは大事なんかすごいスキルをねちょっと見せてもらうそのエレベーターって謎じゃないなんかねどうやってるのかっていうのねエレベーターはでもなんかジャンルとしてエレベーターっていうのがある感じですよねなんかもうエレベーターものすごい数の動画が出てきました、ね、調べてたらでも次はねちょっといろいろ長い回路を使って何かってこと、ね、そうですね長い回路何でもいいです、うん、何でもいいんで回路をとりあえずはい、やっていただけるといいかなと思います。はい、はい、わけでございまして、じゃあもう来週は国ラジはまたあの多分水曜日ですね。21時ですね。ぐらいから。今あのエイリーオファー中です。
お待ちですか。お待ちで、はい、誰来るかまた発表させていただきます。俺かもしれない。おお、ね、じゃあそういうことで宿題ができるかな。宿題できるかな。1週間しかない、1週間しかないぞ。誰でやりますか。